ハローアミです。今日は初心者ピラティス一緒にやっていきましょう。ピラティスを本当に初めてやるって方にもおすすめですし、基礎が詰まっているので毎日これだけ頑張ろうっていう風に取り入れていただくのもグッドです。1回目から5回目はこれ合ってんのかな、効いてんのかな、って多分疑問だらけだと思うんですけど、それで正解です。それで大丈夫です。ピラティスは10回で違いを感じ、20回で見た目が変わり、30回で体の全てが変わるって言われているぐらいなので、もう最初はこれ合ってんのかなっていう気持ちでみんな始めておりますので、初心者の方大歓迎です。毎日いろんなことがあるかと思いますが、この時間だけは自分のためだけに使う大切な時間にしていきましょう。それではスタート。仰向けに寝転がり、足、膝の幅は拳一つ分にセット。両手でピザを作り、腰骨の左右のグリグリと恥骨を結んだ三角形の上に平行に置いていきます。腰の裏に手のひら1枚分の隙間があればグッドです。このピザが床と平行にある状態を骨盤のニュートラルと言います。それでは息を吸って、吐きながらピザの先端をまくり上げるように骨盤を動かします。息を吸いながら骨盤ニュートラルに戻し、もう一度吐きながら骨盤を後傾、ピザの先端を自分に見せていきます。吸いながら骨盤ニュートラル、吐きながら尻尾の骨尾骨を丸めるようにしてピザの先端を自分に見せ、吸いながらニュートラルに戻します。繰り返します。息を吐きながら骨盤を後傾、ピザの先端を自分に見せ、吸いながら骨盤ニュートラル、ピザを床と平行に戻します。両手をマットに下ろし続けていきます。息を吸って準備、吐きながら骨盤を後傾、吸いながら骨盤ニュートラル、吐きながら尾骨を丸め骨盤後傾、吸いながら骨盤ニュートラル、体の内側に感覚を研ぎ澄ませていきましょう。息吸い準備、吐きながら骨盤後傾、吸いながら骨盤ニュートラルに戻します。ここからもう少し動きを深めていきましょう。息吸って準備、吐きながらお腹を薄く、足裏の力を借りてお尻を軽くマットから持ち上げます。吸いながらゆっくりとマットに下ろし骨盤ニュートラル、準備運動ラストです。息吸って準備、吐きながら尾骨丸め骨盤を後傾し、マットからお尻を持ち上げます。吸いながら骨盤ニュートラルに戻します。それではペルビックカール入っていきます。息吸い準備、吐きながら尾骨を丸め背骨を一つずつマットから上げていきます。最終的に胸の後ろまで背骨をマットから持ち上げ、体が斜め一直線になるように、恥骨が一番高い位置になるようにさらに骨盤を後傾させます。上で息吸って、吐きながら今度は背骨の上から一つずつ丁寧にマットに下ろしていきます。背骨を上から滑らかに使ってマットに下ろしていきましょう。骨盤ニュートラルに戻します。それでは息を吸って、吐きながら尾骨を丸め背骨を柔らかく使いながら下から一つずつ背骨を剥がしていきます。腕の力も借りて太もも裏もしっかりと意識、足裏マットで押し続けます。上でさらに太もも裏意識して恥骨を上には持ち上げましょう。そこで息吸って、吐きながら背骨上から一つずつ滑らかに下ろしていきます。お腹は最後までスクープし続けて、恥骨が一番最後まで高い位置にあるように意識、最後ニュートラルに戻し、そこで息吸い準備、息吐きながらお腹を薄くして背骨を一つずつ下から持ち上げていきましょう。体の内側に集中して、体斜め一直線、太もも裏ギュッと使ってお尻を持ち上げていきましょう。お尻がどんどんキュッと引き締まって上がっていっています。上で息吸って、
吐きながら背骨上から一つずつマットにスタンプを押すように背骨を滑らかに使っていきましょう。膝と膝、拳一つ分の幅キープできていますか？足と足が広がりすぎないように内転筋も意識しながら続けます。息吸い準備、吐きながら尾骨丸め背骨一つずつ持ち上げます。二の腕の後ろでマットをギュッと押して体を持ち上げ、上で息吸って吐きながら背骨一つずつ上から丁寧に下ろしていく。毎回骨盤ニュートラルに戻します。息吸って準備、吐きながら背骨一つずつ持ち上げていきます。だんだんと眠っていた背骨が目覚めてきています。上で息吸って吐きながら背骨を一つずつ最後まで丁寧に意識してマットに下ろしていきましょう。それではシングルレッグリフトという動きに移ります。ちょっと体を揺らしてリラックスをしたら、骨盤ニュートラルを一度確認し両手をマットに下ろします。息吸い準備、吐きながら右足テーブルトップ、お腹は引き込み続けていきましょう。それでは吸いながらマットに足タッチ、吐きながらアップ、繰り返します。吸いながらダウン、吐きながらアップ。股関節から足動かして吸いダウン、吐いてアップ。足の角度90度を維持し続けます。肩周り力が入りすぎないようにリラックスしてマットに沈めておきましょう。それでは右足をマットに下ろし、左足息吐きながらテーブルトップ、同じ動きいきます。吸いながらダウン、つま先でマットタッチ、吐いてアップ、吸いながらダウン、吐いてアップ。股関節から動かして吸いダウン、吐いてアップ。肩周りリラックスして吸いダウン、吐いてアップ。骨盤周りが揺れないようにマットに安定させます。最後左足をマットに下ろし、足膝の幅拳一つ分を再確認、骨盤ニュートラルペルビックカールいきます。息吸い準備、吐きながら尾骨丸め背骨を一つずつ下から剥がしていきます。初めよりも滑らかに背骨が動いているのを感じられるかと思います。ここで少しチャレンジ、太もも裏ギュッと使って恥骨をさらに上へと持ち上げます。はい、そこで息吸って吐きながら背骨を上から一つずつ柔らかく丁寧にマットに下ろしていきましょう。お腹はスクープし続けて内ももの力意識していきます。息吸い準備、吐きながら尾骨丸め、最後のペルビックカールです。背骨を一つずつ意識して滑らかに持ち上げ、上で腕の力も借りて恥骨をぎゅっと持ち上げ、息吸って吐きながら背骨丁寧にマットにスタンプを押していきましょう。最後は骨盤ニュートラル、これにておしまいです。お疲れ様でした。ピラティスは筋力を使うだけでなく、やっぱり柔軟性も大事になってくるので、ぜひ石井亜美ストレッチと検索して私のストレッチ動画と組み合わせて日常に取り入れてみてください。また次回の動画でお会いしましょう。アミシーこと石井亜美でした。